みんなに言わなきゃいけないことがあんの。え、ほんと重大発表がある。普通にいい、こんな感じでさらっと告知しちゃって。告知とかじゃないんだけど、ごめん、全然告知じゃないんだけど、大事なお知らせが本当にあって、本当にちょっとごめん、言わせてもらうわ。私、小森メゾ、なんとこの度一ノ瀬うるはさんと同じマンションになりました。そうなんです、そうなんですよ。なんかさっきもなんか一緒に弁当食った。なんかメトの部屋まだソファーもないし、リビングに机もないから床でメト食べてんのご飯。もう本当に耐えられなくて、それがもう耐えられなさすぎて、一ノ瀬ん家に、一ノ瀬の部屋に行ってご飯食べた。喧嘩したら勝ち込めるじゃん。いやだからもう普通に勝ち込んで殴り合って仲直りだよ、マジで。なんで一ノ瀬のマンションにしたかみたいな、一ノ瀬が住んでマンションにしたかっていうのは、もうたまたま空いたから。俺も行っていいか、無理、来んな、やめろ。まだ目と床で寝てるから、今日はうちの先地に寝に行こうかなって。マジで床で寝んのガチきつい。もう体痛いのなんの、本当に痛すぎるの、マジで。ここ最近その二ほどきだとかさ、なんかその回線とか吸音材とかね、いろいろなんかこういう部屋をこうガタ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 するのにもうめっちゃ時間かかってたから、本当にめっちゃ疲れ果てんのよ。いやー疲れたーっつって、疲れたーっつって寝んのが床、マジなえる。これダイブするマットレスすらないから、ほんとしんどくて苦しかった。この苦しさをみんなに早く話したくて話したくてしょうがなかった。射程はどう、大丈夫？いやなんか初日めっちゃ緊張してたんだけど、射程もうね、やばいよ。俺の城ぐらいの堂々さしてる。うんこもおしっこもするしね。なんか初日はねやっぱ緊張してたのか、うんこしなかったんだよ。なんか心配してたの、心配してたんだけど、うんこもおしっこもする。結構順の早いんでしょって、結構ね、まあ一日中練り歩いたらさすがに慣れたっぽい。めちゃちゃはうんこした。え、新しいトイレになってからまだうんこしてない。え、てかさ、そう、え、これも話したかった。今までゆとりの世界で生きてきたから、もう引っ越しする頃にはあの水道や電気やガスが通ってたの、ママがやってくれててね。今回ばかりはなんかそのちゃんとこれに連絡してみたいな、そうだからママにこれに連絡してねって言われて、じゃあそれに連絡してってやってたのよ。段取りをママが組んでくれてたみたいな。でその段取りの時間がなかったのよ、 V サイだとかラストだとかで。でその段取りの時間がなくて、なんか家入った瞬間さ、下水臭くて、何これってなって、でなんで下水臭いのかって思ったら、水道が通ってないから、トイレがさもうずっと水がない状態のトイレなわけだから、もう排水口の匂いがもう上がってきてて、上に。しかもトイレって、まあ、密室じゃん、密室っちゃ密室じゃん。もうくっさーみたいな、嘘だろってなって、急いで連絡して、すいません、水ちょっと通してもらえないですかみたいな。まあ普通は引っ越す1週間くらい前とかにお申し込みいただくんですけどねみたいな小言言われながら、もうそんなんどうでもええと思って、今じゃと思って、今が大事なんじゃと思って。まあ結局匂いは取れたのかって聞かれると、まあトイレはまだ取れてない。なんか洗面台とトイレがもう特に臭くて、洗濯機のさホースあんじゃん、あそこからも匂いが上がってきてて、でそこも臭かったの。だから脱衣所も臭かったので、脱衣所の匂いはもうなくなったんだけど、もうトイレだけはマジで一生臭い、まだ臭い。なんか今日匂うな、嘘、ごめんごめん、目とかも普通に。やっぱりおっさんの話は面白いし元気出る。待って、誰なん普通に、人間違えてるだろ、二窓すな。部屋からの眺めっていい、気持ち悪い。気持ち悪いんじゃ、何をどうにかこうにかして情報を抜き取ろうとしてんのよ、ひどいんじゃ。モニターはどんな感じになったの？あ、モニターはあのちゃんと正面に置けましたよ、うん、自分の。でもちょっとモニターアーム買いたいなって思った。でもさ、モニターアーム買ったところでさ、あのあれがないんだよ、ドライバー。
ドライバーがないからさ、モニターアームにモニターを付け替えれないの。今3枚モニターがあって、で2枚はモニターアームに付けてんので、そのモニターアームをどうやってドライバーなしでやったかっていうと、ドライバーは家にはないんだけど、そこら辺歩いてて、なんか工事してた人にすいませんっつって、一瞬だけドライバー借りてもいいですかって言って、借りて家に戻って回して返しに行ったドライバーなんだよね。それでつけたから、あのうちにドライバーはないのよ全く。うん、人から借りたドライバーなんだよね、しかも初対面の。そこから始まる声はなかった、なかったね。うん、普通にいいおっちゃんやった普通にいいおっちゃんやった、マジでありがたい。今更なんだけど、コメントでかくできる、え、なんでそっちなの、なんで。いや、まあ別に、だってこうすることもできるわけじゃん、こうすることもできるのに、こっちを求めてこないのはなんで。離れて下がって離れてなんで、何が嫌なの、何が不満なの、いい意味わかんない。え、あれじゃないの、もしかして好きになっちゃうからダメってこと。あー、それはまあ言ってる意味わからんくもないな。うん、それ言ってる意味わからんくもない。なんだっけ、なんか引っ越し時期がさ、なんかレイドくんと被ったのかな、なんかわかんないけど、なんかエゴサしたらさ、え、小森メトと白雪レイドってなんか一緒に住んでんのみたいなやつあったんだけどさ、住んでるわけないなんか匂わせしちゃってたみたい、ごめん。ビッグで住んで野瀬さんのお世話してあげて。いやー、一ノ瀬の、まあ、部屋掃除ぐらいはやってやらんこともない一緒に。でも回線のあーだこうだをなんかいっぱい一ノ瀬が教えてくれたのよ。この家の先駆者だから、あのゴミ捨て場も教えてくれたしだからまあいろいろお礼はしないといけないかも。だから部屋片付けるぐらいはしてあげようかな。マンションのゴミ捨て場なんて見たらすぐわからん。いや、わかんないし、わかんないし、なんなら目と内見ろくにしてないから知らない内見をする暇がなくて、あんまり。だからトイレめっちゃ臭かったんだよだからトイレが臭いことも当日行くまで気づけなかったんだよ。内見してたらトイレが臭いことにも気づけたかもしんない。これで可愛くてごめん歌われたらもうダメになっちゃうな。ちゅ、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。ちゅ、あざとくてごめん、気になっちゃうよね、ごめん。チェンジで、何チェンジって何、そういう替えの聞くとこじゃないから別にうち違う女の子呼んできますとかそういうのないから。初見がかわいそうすぎる、え、なんでよ、何が、全然いいじゃん。だって、あ、メトさんってなんか切り抜きとかでしか見たことなかったけど、顔ドアップにしたらこんなにかわいいんだってなるかもしれないやん、もしかしたら。モニターに顔近づけて、ボキとメトちゃんの距離は今数センチってなってるかもしれないじゃん。でもさ、こんなに距離、こんなに距離近づいてもさ、ガチ恋距離やんとかさ、ガチ恋距離うわーみたいなのはさ言われないからさ、多分本当にメトにガチ恋してる人って、え、いるよねえ、いるはずだよね一応。やめて、こんだけ人数いたら一人二人はいるんちゃうかな思っててんけど、不安になっててくさ。いや、そうなんだよ、いや、そうなんだよ。だって一言も見なかったもんね、コメントで。耳だけ映して、かわいい、これが一番かわいい、あら、かわいい、よし、これでいこう、うわー、かわいい、え、狂ってるえ、待って、狂ってる、やだ、やだかも、え、狂ってる、この状況、みんなおかしいよ